8月25日、この日は目いっぱい観光しました。まずは朝食ですね。はい、ゲストハウス付近、ここで朝食食べたと思います。はい、おばさんがね、結構これミルク、紅茶でしょうかね。紅茶、ミルクティーみたいなもん入れてます。あれ、袋に入れて持ち帰りですね。テイクアウト。はい。ここのおじさんに頼んでね、朝食を食べました。ほんの5分ほど待てば。今な、35バーツ。まあ120円ぐらいでしたかね、おそらく。はい、これがメニューです。そしてタクシー。タクシーといってもね、あれですよ、あのトゥクトゥクです。はい、チャトーチャック市場へ出かけました。皆さんおすすめのところだったです。いわゆるウィークエンドマーケットですね。何曜日だったか忘れましたけどね、人が少なかったです。意外と少ない。10時過ぎ到着。はい、中へ入るとね、にゃんこなんかもね、お客さんで来てますね。はい、日用雑貨ありとあらゆるものがありましたね。一旦外へ出ました。時間はね、あり余るほどありますからね。はい、これは中でね、中やったと思います。はい、こういう風に小さな店舗がもうひしめいてますよね。お坊さんもいましたね。はい、いろんな人がいます。まあ店員もね、手持ち無沙汰という感じでしたよ。スーパーもありましたね。いろんな香辛料、これは買いました。はい、外へ出て陸橋の上で飽きるほどね、上から通過する車を後ろから追いかけ、ご覧の通り分離帯があってね、左側通行です。はい、こっちはこれまた別な方角ですよね。まあ正直ウィークエンドマーケットも終わってるなという感じがしましたね。やはり自家用車モータリゼーションの対応ができてないという感じです。タイはね、結構もうモータリゼーション、マイカーも進んでますよ。はい、職人さん、はい、ここではね、だべってますよね。こういうあの移動式の食堂みたいなのも結構あります。ここではもうゆっくり休憩です。定点観測ですね。観測言うほどでもないですけど、休みました。また出かけます。はい、横断歩道橋2箇所3箇所ほど渡ったでしょうか。渡るたびにね、飽きもせずこういうトラックが通ったりタクシーが通ったり、そういうのを見かけました。飽きずに撮影してます。1.5 倍速です。あまりにも長たらしいのでね、カットしたり編集もしてますよ。お気づきかもわかりませんけど、日本車席巻してます。8割型、そんな感じがしましたね。日本車が占めてますね。はい、こっちは高層ビル建設中です。まあ活気にあふれてましたね。まあコロナが来る以前の話ですからね、もう5年前になります。大方ね。はい、こういうふうに飽きずにまあ子供みたいにね、乗り物好きにはこういう景色も飽きないものです。別にバンコク組んだりまで行ってみんでも良さそうなもんですけどね。
それでも空気が違いますよ。雰囲気というのがね、違うんですよ。はい、これ屋根の上ね。はい、こっちもね、このモール、ここも錆びれてましたね。タクシー上から、はい、また歩道に出て、公衆電話、珍しいですよね。はい、今度はね、花市場みたいなとこですよね。柿販売、業者向けでしょうかね。おそらくね、まあ一般の人ももちろん買いますけど、業者さんみたいな人が多かったと思います。はい、この辺も長田らしいので 1.5 倍速、車がひしめいてね、渋滞してましたよ。これ一番の中ですからね。まあこの辺まで来れた、もうだいぶ暑くてね、げんなりです。はい、綺麗な花いっぱい来ました。これもね、何するんでしょう。これはサボテンの葉みたいですけどね、これゼンマイが見えますよね。満載です。満載ね。こうやってトボ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 、アスファルトのどれぐらい歩いたでしょうね。まあ何見ても珍しいですからね。日本とは違います。明らかに喋る言葉も空気も気温も湿り気もね、違うんですよ。観葉植物、はい、坊主がね座り込んでました。ここではね、はい、皆さん作業してました。今から積み込むみたいですね。チェーンブロック使って持ち上げようとしてます。まあ最後まで見てませんけど、こんな感じ。はい、こういうトラック多かったですね。これ見た通りもう錆びれてます。はい、まだまだ。はい、この辺り、これね、お菓子ですね。甘いお菓子でした。はい、この辺りにゃんこの親子でしょうかね。はい、ここでも ATM、 はい、どこんでもありますよ。ここでね、冷たいもんいただきました。お兄さん右の端の方に見えてますけどね。はい、いよいよ一旦帰りましょうということですね。タクシーに乗ろうとしてます。結論的にはね、トクトクよりタクシーがもう10倍ぐらいいいです。値段も少し安いし、エアコン効いてるしね、静かやし、まあ1回2回はトクトクもいいかわからんですけどね。料金設定がね、はい、ここはね、もう夕食行った食堂、たまたまこういうレトロなおもちゃいっぱい置いてましたね。珍しい、本当に。はい、これが食べたメニューですね。これとこれ別々です。はい、これが有名なカオサンロード、350m 先。まあ食べてからね、ちょっと行ってみましたけどね、こういうところはね、行くべきところではないですよ。高齢者はね、はい、行くところじゃない。もうやかまし、騒音がすごいですよ。それにね、得体の知れないようなね、食べ物もいっぱいあります。まあバックパッカーの聖地ですからね、なんといってもゲストハウスもいっぱいあります。あと娯楽遊興、非常にね、この当時賑やかでした。今は閑散としてるそうですね。まあタイも新型コロナウイルス感染してるみたいで、規制が出てるようです。店舗のほとんどは開店休業状態みたいでしたね。でもね、普通ならこういう感じです。夜ごとにね、うわこれはね、なんかね、昆虫らしきもの言ってましたね。
僕とクモが走るし、はい、こんな感じです。まあ夜間撮影なんでね、ピントも相当ボケてますけどね、雰囲気だけでまず思いました。はい、喧騒から抜けてゲストハウスの方に戻ろうとしてます。ここでもバックパッカー値段交渉中みたいですね。欧米系結構いましたね。オーストラリア、イギリス、そんな感じでした。これも観光バスで到着したところです。荷物を下ろして、さあこの辺り安宿を探しということでしょうね、おそらく。はい、何やかんやでこの日は目いっぱい動き回りました。非常に疲れた、心地よい疲労感が残ってました。お